こんにちは。希望の国家ラボの山岸です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね、膝痛を解消するためのケアやエクササイズ、こういった内容でお伝えしていきたいと思います。膝の痛みがあって、どうしても階段が登るのが辛いとか、長距離、長い距離歩くことができないとか、あとよくあるのが、朝起きて歩き始めるときに膝が痛いとか、いろんな膝の痛みの中でもいろんなお悩みあると思います。 それらを解消するのに非常に役立つ内容になっています。このチャンネルではですね、本当に膝痛を解消するための内容をたくさん動画で配信しております。見逃したくないっていう方はチャンネル登録をしてお待ちください。この今今日今回お伝えするこのエクササイズだったりケアっていうのを毎回続けていただければ膝痛を解消するのにすごく役立つことと、そして何よりも健康寿命を伸ばすっていう上でも 体に欠かせないものなんですね。膝が曲がってしまって伸びら伸び、伸びないようになってしまうとか、逆にもう固まってしまうっていう、こういった現象が起きてしまうと、やっぱりそれって痛みにもそうなんですけど、 歩くのにやっぱ影響が出るんですよね。また膝が悪くなってきた。となると今度は股関節にまでも影響が出たり、足首が痛くなったり、ふくらはぎがやたら張ってくるとか、そういった風に膝を起点としていろんなところに悪い影響を与えてしまう。こういったのも非常に多いんですね。なので、今回の映像を見ていただいて、ぜひ繰り返しやっていただきたいなと思います。ただ、 なかなか運動の習慣がないとか、まだまだやったことを初めてで不安という方をですね、なんか一つですね、一日一回とか二回でも構わないと思います。まず始めてみること、少しずつ何か一つトライしてみることから始めていただいて、そしてそれが慣れてくれば少しずつやる内容を増やしていく。こういったふうにステップを ね、順に追いながらやっていただければなと思います。ね、いきなり全くやったことない方がいきなりね、たくさん運動したりとかしすぎちゃうとか,かえって体はびっくりしちゃいますから、まずは自分ができそうなものを一つ選んでいただくこと。ね、またやっていただいて、あ、結構膝楽になるなってものを見つけていただいて、それを繰り返しやっていただく。これが一番いいと思います。ね、ぜひ映像を見ながらやっていきましょう。それではこちらの映像をご覧ください。どうぞ まず最初は膝の曲げ伸ばしストレッチになります。座りながら行うことができるので、基本的に皆さんできるような内容になっています。で、やり方はもう至ってシンプルですね。この動画、この YouTube チャンネルは基本的に複雑なエクササイズやケアっていうのはお伝えしてません。 なんでかっていうと、皆さんにできることっていうことが何よりも大事だと思ってるんですね。なので、あの、ちょっと運動頑張ってる人とか、スポーツをやってる人ができる内容、そういったものではなくって、皆さんが基本的にやりやすいものを選ぶ。やんて、あの、このいったチャンネルではお伝えしております。で、膝の曲げ伸ばしストレッチっていうのは何をしているかというと、この膝が曲がる機能と膝が伸びる機能、こういったのを 膝の可動域と言います。いわゆる膝が動く範囲を広げるということです。よろしいですかここ、この概念すごく大事で、何よりも膝が痛くなるも腰が痛くなるも肩が痛くなるも共通して言えることは、 可動域、動く範囲というものが狭くなってしまっていると、やっぱり痛みを生じやすいんですね。膝を例に挙げるとですね、膝が伸びないで曲がった状態になってしまっていると、膝の接触面積、いわゆる膝を支える面積というのが狭くなってしまうんです。わかりやすく言うと、膝自体が伸びている時は面で支えている。要は、広い範囲で支えているのに対して、少し曲がってしまうと面ではなくって、 点で支えている。つまり、面積、支える面積が狭くなっているという状態ですね。こういった状態になってしまっていると、やっぱり歩くときとか、特に階段を登るときとか、そういったふうに動く中でですね、やっぱり負荷が強くかかりすぎちゃうんですよ。 そうなると、半月板のあたりを痛めてしまったり、ね、膝の周りの腱だったり、そういった部分を痛めてしまう、そういった原因にすごくつながっていきますので、膝が曲がるのことと伸びる機能、こういったのを高めていくことが何よりも大事になってきます。で、特にこのエクササイズ大事なところとしては、伸びる機能を高めることが何よりも大事です。もちろん曲がることも大事なんですけど、伸びる機能を高めるために、膝を 上から下に押します。ギュッギュッギュッといった形で押してください。で、この時よく、今ね、私の体操教室みたいなところでも必ずと言っていいほどこれやるんですけど、何が大事かっていうと、膝を真下に押してください。ね、この足の方に向かって押しちゃうとどうしても伸びが甘いので、必ず上から下に、要は膝を床方向にですね、真下にぎゅっぎゅ ギュッという形で押していただけると、より膝の機能、伸びる機能が高まってきます、ね。これちょっと、あの、ちょっとしたことなんですけど、これで良くなる、なかなか良くならないの差がここで生まれますんで、必ず真下に向かってやるようにしてください。ね、で、抱えるとき、膝を曲げる機能を作ること。これももちろん大事になってきますね。で、この時には、足首のあたりを持っていただいて、かかとがお尻に くっつくくらいにまで近づけるようにしてください。ただ、どうしても、硬くてなかなか思うようにいかない方は、まずは自分のできる範囲で構いません。曲げるのも伸びるのも、両方とも自分のできる範囲で構いませんので、ぜひこれを繰り返しやっていただく。ね。こういったのっていうのは、日常生活、例えばテレビを見ている時とか、何か座っている時にちょっと合間時間にもできるエクササイズなので、すごくおすすめなんですよ。ね。 エクササイズだったりケアっていうのはもちろん時間を取っていただいてやっていただくことが何よりもいいことなんですけど、とは言ってもいろいろ家の生活の中でいろいろ忙しいっていうことがあると思うんです。そういった時にじゃあどうやったら習慣化できるようになるかっていうと、やっぱりあの隙間時間にできる簡単な体操だと私は思っています。なのでこのエクササイズは隙間時間にもできます。1日1回だったり2回からでも構いませんので、 曲げる機能と伸びる機能。特に、えー、燃料重ねて膝が痛い方、特に変形性膝関節症で悩んでいる方の場合は、膝が伸びないっていうケースの方が圧倒的に多いので、膝が伸びるように上から下にギュッギュッギュッという形で押してあげてください。で、膝の痛みが強い方の場合は、痛みのない範囲で曲げ伸ばしをするようにしてください。 続いてはですね、ふくらはぎほぐしの方法をこれからお伝えしていきたいと思います。ふくらはぎをなぜまず柔らかくしなければいけないかというと、ふくらはぎにある筋肉っていうのは実は膝の裏をまたいでいる筋肉が多いんですね。つまり膝の影響を受けるということですね。なのでふくらはぎが硬くなってしまうと膝への負担が大きくなってしまって痛みを出してしまうケース非常に多いんですね。また、 今回、膝痛もそうなんですけど、膝痛の方で多くのお悩みとしては、朝起きた時に体が硬くなっちゃってるとか、膝のこのふくらはぎのところが夜中つっちゃうとか、そういったお悩みも実はこのケアで解消する、とても重要なエクササイズ、ケアになります。やり方はもう至ってシンプルで、足をですね、こういったように乗せていただいて、この映像であるように、左の膝、要は下の膝で、 ふくらはぎ、右のふくらはぎをほぐすということになります。こういうふうに右を上下にゴリ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 動かしていただくと、硬くなっているところとか、凝っているところっていうのを見つけられると思います。そこがいわゆる、とても硬くなっている、筋肉が硬くなっているところになりますんで、そこをゴリゴリゴリと、痛気持ちぐらいでやっていきましょう。ね、これあまり痛みが強すぎるふうにやっちゃうと、逆に体硬くなっちゃう可能性があるので、 痛気持ちいいぐらいの負荷で優しくゆっくりゴリ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 ほぐしていただけるとふくらはぎがとっても柔らかくなってきます柔らかくなることで膝への負担を減らして膝痛を解消するのにも非常に役立ちますしまた足がつっちゃうとかね特に朝起きた時に体がもうとっても硬くなっちゃうっていう方はですねこういう風なケアを続けていただけるだけで 膝痛解消にも非常に役立ちます。ね。すごくやり方シンプルですよね。先ほどのケアと同じように、基本的にこのチャンネルでは、どなたでもできるような内容、そういったのをコンセプトにお伝えする。それがうちのチャンネルの強みだと思っています。ね。どうしてもですね、あの、無理して頑張らなきゃっていう風になっちゃうこと多いと思うんですけど、まずは少しずつ始めていくことが何よりも大事だと私は思っています。ね。なので、今日のエクササイズやケアを お伝えしたこの2つは比較的あのどこでもできるような内容になってますなので隙間時間でもいいですしちょっとねあの少しやってみようかなという時にですねやっていただければあのすごくあの膝痛解消に役立ちますのでぜひ参考にしてみてください今回も動画をご覧いただきありがとうございましたこのチャンネルでは繰り返しになりますが 皆さんにとって、まず始めやすい体操、ケアっていうのを中心にお伝えする、そんなチャンネルになっています。なぜかっていうと、膝が痛いのに、あんまり激しい運動をやるというよりも、まずは、 今、座りながら、寝ながらできる体操。こういったのから始めていただいた方が、膝痛を解消する上では非常に重要だと私は考えています。なので、今回の映像の2つの体操は、隙間時間にできますので、ぜひやってみてください。教員は杉並区、東京の杉並区上湯区さんにある希望のここからラボという生体院になります。もしですね、あの、ぜひ一回ちゃんと受けてみたいという方はですね、 概要欄の方から、LINE の方から、えっ、ー、と、施術を受けたい、治療を受け受けてみたいというような形でご連絡いただければご返信させていただきます。またですね、オンラインでもですね、こういったふうな形でいろいろ活動させていただいております。LINE 登録していただけると、膝痛を解消するための 特別な究極な動画というようなものもプレゼントしています。また、毎週開催している体メンテナンス教室、60を超えてからもしっかり長く健康にですね、歩くための体作りのための教室っていうのも毎週行っていて、それの体操教室の映像っていうものも LINE 登録でプレゼントするような形にさせていただいております。また、無料でのカウンセリングであったり、 ひざつオンライン教室っていうのもスタートしております。もしなんか一つでもね、やってみたいよとか、動画も一つなんか見てみたいなっていうことであれば、LINE 登録など概要欄の方を見ていただければなと思います。えー、今回もですね、動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。今回もありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。